人の言うこと聞かんのはええけど、話くらい聞け。桐生、言うたやろ。俺らはもう表舞台に出たらあかんのや。確かに俺らには人を引きつけて動かす力があるらしい。沢城の側についたとあれば、全国のヤクザの注目は集まるやろう。カリスマっちゅうやつや。自分で言うアホもおらんけど、事実やから仕方ない。けどな、それはどこまで行ってもヤクザのカリスマなんや。俺らが連中に見させてまう夢はあくまで極道の復活なんや。あの強かったヤクザ、羽振りの良かったヤクザ。けどそれはもう見せたらあかん夢や。俺たちが連中の社会復帰の旗印になるなんぞ、もう誰も信じひんわ。会社失敗の前科もありますから、海老名の経歴にうさんくさいところがあることを知った時点で俺たちも検討したんです。海老名が第二次大解散を何らかの形で利用しようとしているだけなら、その本当の遂行に俺たちが出張るべきなんじゃないかと。その結論がこうして逃げることだったんです。それがお前たちの責任の取り方ということか。はい、俺たちはもう存在しないことにする。それが一番なんです。なんなら死んでも構わなかったんです。でも死というものはその人を本当の意味で伝説に変えてしまう。桐生さん、あなたを死んだと思ってるヤクザたちがなんて言ってるか知ってますか？ほとんど神話の英雄みたいな扱いですよ。俺たちまでそうなってしまっては、いよいよヤクザへの幻想が深く根付いてしまう。桐生さんにとっての風間慎太郎を想像してもらえればわかるでしょう。沢城は海老名と差し違える覚悟をしてる。だがそれだけじゃ第二次大解散は成し遂げられない。お前たちの力がいるんだ。すみません。そうか、沢城には俺が力を貸す。お前らはそうやって縮こまってるといい。ああ、邪魔したな。待てよ、今のはどういう意味や。言葉の通りだ。お前らを当てにしたのが間違いだったって話だ。五択並べててめえの責任から逃げ回ってるだけのお前らなんかをな。俺たちがどんな気持ちでここにいるかあんたに分かるってのか。さっぱり分からねえな。分かりたくもねえ。このどうした、やるなら相手になるぜ。つまらん挑発に乗るのも尺なんやけどな。
ムカつくのをこらえるよりはマシや。ええー、で、その挑発持ったるわ。おい、一体何事？昔話に花を咲かせてるって空気じゃないみたいだね。すまないな、もう少し待っていてくれ。バカ言わんでください。仲間をほっとけるわけないでしょう。それにこれ以上待ってたら凍え死んでしまうからな。そっちが5人もおるんなら、まあええやろ、俺も混ぜてもらうで。やばいなこれ、このメンツとやり合う日が来るとはね。ったく、よそもんがわらわらと無粋やの。まあええ、メイドの土産や、存分に味わっていけや。もう後には引けねえ。こうなりゃなるようになるだ。よく吠えるね。協力して行くわ。やる。出るわ。全力でかかる。くらいなよ。うわ、私の番。見せてあげる。ほら！
疲れのようやな、ね、キルちゃん。江戸ここだ。ヒイスケさんはそっちだ。この程度で終わらせへんで。俺もそろそろ本気でやらせてもらいますよ。よく吠えるね。終わらせる。やっ、調子がいいぞ、私は。恥がいい、知らないか。こいつを食らうとね。蹴りをつけるぜ。おい